皆さんおはようございます夫を癌で亡くされてから看護のお仕事をずっとしてこられている女性がおりますご主人様の病気中のご自分の体験した知識経験すべてを生かして今では大変素晴らしい 看護のお仕事を介護のお仕事をしておられる、えー、その女性の名前はですね。新井恵美子さんという方なんです。新井さん、nice to meet you。nice to meet you。素晴らしいですね。やっぱりあの自分の体験したことを実,実践したことをですね。それを職業に生かすっていうのは？ いや素晴らしいことだと思いますけどでもつらかったと思いますよ8年間ご主援様ずっとご病気でしたんですものね。そうですねやはりその当時はあの自分でも意識していなくて無我夢中でしたので、ね、大変だっていうことはわからなかったですね。そそ、うん、そのの年間あの子育てそしててししお仕事ごご まあどうやってやってこられたんでしょうそうですねやはりあの、まあ、睡眠不足などで大変な時もありましたけれどもうあのそうですねあの私をサポートしてくれる方々がもう本当に幸運なことにたくさんいらっしゃったんですね。ですから私一人ではできないようなことをですね本当にあのチームワークで何かやって 来られたのかなって思ってて思ます、うんうん、そうですねやっぱりあの我々人間って大変な時にはもうですね、うん、やはりあの子どもがまだ小さかったですからあの学校の送り迎えとか、うん、それから私が仕事で、えー、帰るのが遅かったりなんかしています時にあの友達とかお知り合いの方々がですねあの 夕食を作ってきてくれたりとか届けてくれたりま、いろいろな形でですね。あの、私たち家族を助けてくださったんですね。ですから、そういうことで、私たちは切り抜けられてきたのかなと思ってます。うん。まあ、それにしてもそのまあ、8年間つらかったでしょうけれども。でもそのなんていうかな？あの、エクスペリエンスをこう活かされたお仕事ですよね。今ね。 それをなさってらっしゃるっていうのは、はい、これもまた素晴らしいなと思っておりますけれどもそうですねやはりあの私は日本で看護師をやっておりましたのであそうなんですかはいそういう経験もあったのかなと思いますうんえですからあの介護するっていうことはいろいろな基礎的なことは大い分かってます。 いましたのであの大変だというふうにはあまり思わなかったんですけれどやはりあのそうですね主人の病気がだんだんとこうあの進行していくにつれましてやはり肉体的にはは大変だなっていうところはありましたですねまあだけどご主人様にはね恵美子さんみたいな方があの看護師の資格を持っておられて日本におられた時にですね それをまあ生かしてあの看病してくださることには本当にご神様もまあ変な話やけど幸せだったんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。あの本当にえっ、ー、と看えっ、ー、と介護看護師としてそのライセンスを持っていてでいろんな知識、えー、経験があるっていうことは本当に大きなあの助けになりましたですね。 話全然変わりますけど日本での,そのライセンスっていうんですが資格みたいなものをそのままアメリカへ来てあの使えるんですか病院とかあちこち働けますかえーとですね、日本でのライセンスを持っていますと、えー、アメリカでは、えー、テストを受けるあもう1回ね学校に行かなくても、えー、テストを受ける資格があるんですね。それのテスト英語ですか 英語なんですしないといけないいいとけんでで、ね、ですすすねねそうからそのテストに合格したら、えー、看護師としてのライセンスをもらうことができて<ー>えこちらの病院とかで働くことができるわけですね。そうなんですかじゃあ恵美子さん、はい、ご主人様をご看病なさっていらっしゃる時にはそのもうすでにそのライセンスをお持ちですか いえ、私はこちらのライセンスは取ってなかったんです。あそうなんや。はい、でもね。えー、まさかご主人様がご病気になられるなんてね。そうですね。うん、あのえっ、ー、とライセンス取らなかったのはですね。えっ、ー、と、やはり私があそうですね。こちらで主人と結婚して主人が旅行者をやっていたんですね。はい ですからそちらの仕事がちょうどバブル期の頃でものすごい忙しかったんですよねですから、うんまあ、主人の会社のサポートといいますか、うんえー、もう補佐をしながらですね、うん、一緒に頑張って旅行会社の、うんえー、運営をしていましたそうなんですか、えー、それは大体何年頃ですかそうですねえー、と1980年代の頃ですね おお、じゃあ、ちょうどバブルが始まろうとしてる時かな。そうです。ちょうどバブルの最盛期ですね。えっと、そうですね。会社を主人が始めたのが、バブル始まる前で、バブル前夜という感じですね。おそうなんですか。<laughs> ちょうどですね。あの先を見る目が終わりのようでしたね。<laughs> そうですね。えー、ちょうどバブル期にはもう。 あの会社の運営もですねもう順調でお客様ももう次から次にあの人手があのこちらのスタッフが足りないぐらいでしたですからまあそういうこともありましてえこちらのえと看護のえとライセンスを取る機会はもう本当にあの見失ったといいますかえもうそちらの方でえあで生計をずっと立てていましたので,そうですね。はい そうですか。じゃああのー、本当にご主人さんのご病気中にまあ今まで日本で勝ち取ったまあ技術とか知識とかそういうものを十分に活かされることができたんでしょうね。そうですね。それは大いな助けになりましたですね。それない人はいちいち変な話だけど外部の人に頼まなければいけないんですよね。そうですね。やはりあの知識が あの、あまりありませんとですね。うん、どうしていいかわからないっていう方が多いですよね。うそうでしょうね。はい。うん。それ、それで、うん。あの、ご審査なくなられ、なくなられた後、試験を受けられたんですか？いえ、受けてないんです。実はです,ですはい。えー、っとですね、えー、その前に私は、あの、えー、っと知人から、勧められまして、はい。 はい、あの高齢者のですね。はい、あのサポートをする、えー、介護の仕事、はい、えそれをやりませんか？っていうことでお誘いを受けまして、はいはい、えー、その時は看護師としてのライセンスはないんですけれど、もえ、あのでもあの介護士としてのあのえー、っと個人事業主のですね。あのライセンスはあの必要なんです。ですから、うそういうものを取りまして、そして、えー、個人。 えーえー、事業ですね、えー、そちらの会社を立ち上げまして、えー、今現在に至ってるんですそうなんですか恵美子さんの看護と介護どう違いますかごめんなさいはいえっ、ー、と看護,はか看護はですねやはり見て守るあのえっ、ー、と,、はいあのえー、とそうですねあの看護師なんかはですねやはりあの、えー、専門の知識 がありますね。はい,はい、えー、えー、専門の知識があって、それをまあ、経験して。で、それを生かすということですね。まあ、病院で言えば、看護師さんみたいな感じですよね。そうですね。ええー。あとか、介護士。介護と、はい。言いとありますと、ねはい、また、ライセンスが違うものになりまして。そして、ええー、そうですね。あるいはですね。あの、例えば、個人的な。 あそうですねあのサ,ポサポートですね、うん、そういうものですと特にライセンスが必要ないことも多くありますです,、はい、ですから、うん、あのお知り合いの例えば親戚の、えー、高齢者の方をあーあの見てもらうように頼まれたとかそういう時は本当にあのライセンスはいらなくて、はい、ただあの緊急の場合に、うん、何か起こった場合に。 それに対処できるかどうかとか、うん、その辺になると思うんですけれども、うん、まあ、身の回りのお世話みたいな感じですよね。その方のね。そう,そうですね。介護はそういうところになりますね。うん、はい、そうですね。まあ、あのアメリカで暮らしている日本人の人口もだんだん高齢化してきていますよね。はい、うん、そうですね。やはりあの、まあ戦後。 アメリカに渡ってきた新一世というんでしょうかえそういう方々もだんだんと高齢の方々が多くなってきていましてそれからあとはあのこちらの2世の方々ですねもともとのパイオニアそれから2世の方々えそういう方たちがもう超高齢者になっていらっしゃってきてますねですからあの介護の 仕事はですね。ものすごくあの需要があります。なるほどね。1960年代かな。70年代にアメリカにいらっしゃったきに、金融庁の人でもですよ。もう今70か80なりますもんね。そうですね。まああっという間あっという間ですね。で皆さんご苦労なさってらっしゃいましたんでしょうしね。 そうですねですからあのそういう方々がもうご高齢になって、えー、その方々が本当にあの人生のもう本当に最後のパートのところですよね、えー、もう本当に何て言うんでしょうか人生の最後のステージというんでしょうか、えー、そういうところをですね今生きていらっしゃる方々が多くいらっしゃいますね。 ですよね。で、お子さんたちは、まあ、あの予想のところにいらっしゃってて、なかなかすぐそばに。あの、おるわけにもいかないし、さらにもっと悪い。シナリオは、配偶者の片方がもうすでに。他界されまして、一人だけになった場合には、本当につらいですね。そうですね。そういう方、たくさんいらっしゃるんですよね。ですから、あの、お一人で暮らしているとか。 あるいは高齢者の方あー2人だけで住んでいらっしゃるとかそういう方々も多くいらっしゃいましてですね、えー、やはり私たちとしては気になるところはもし自分が高齢になった時に、えー、どんな過ごし方どんな生き方どんな最後のステージのところをですね生きたらいいのかっていうようなことをやはり考えさせられますね。 そうですねきっと恵美子さんもその方たちを介護されながら、まあ、その方たちの、まあ、長い人生のいろんなお話もお考えることはできるんでしょうし、まあ、あの人生ドラマ人間ドラマみたいなものもたくさん、あのー、聞けるんじゃないかなと思いましてですね本当に恵美子さん天職じゃないかと思いますけれどもコマーシャルの後とまた引き続きよろしくお願いしますはい、はい、お願いいお願たします。 恵美子さんねコマーシャルの前に「転職」っていう言葉を私思わずあの恵美子さんのことをあの言ってしまったんですけれどもその転職っていうのはやっぱりただの職業として考えるではなくてやっぱり本当に心の底からその方のニーズその方の全てもう本当に手届けばかゆいところに手伸ばすわ 届くというような肩がおそ肩がお側にいらっしゃるとどんなに助かることかとあの思いながらコマーシャルの間ずっと考えてましたけれども恵美香さんどうでしょうか今あのどれぐらいの方のあの介護をなさっていらっしゃるんですか今はですねあのえー、っとフルタイムでお二人の方をえ<ー>介護忙しいですね <laughs> フルタイムでお二人 そうですね、別々に住んでいらっしゃるんでしょもすよ、まあ、大変だ。うん、ですけれども、まあ、本当にあの充実した毎日を送らせていただいてます。どういうことをなさるんですか、大体いいそういうあの、その方の体の調子、良くても悪くても、とにかく時間が来ましたら、あの行かれると、現場へですね、ですか。 そうですねやはりあのスケジュールがそれぞれ決まっていまして、えー、そのスケジュールに合わせてですね例えばそ、えー、そうですねその日課があるんですねでうどういうことをやるのか、うん、えそれをですね一番最初にまああの面接をした時にする時にですねやはりどういうい ごご病病気気ででどのの程度それからあとはこの方にどういうことが必要なのかどういうサポートをし,たして差し上げたらその方が本当に喜ばれるのかっていうようなことをですね、まあ、その方のご家族もやっぱりご心配でしょうどういう方が来てくださるのかなと思ったりするとやっぱり心配ですよね。 そうですね。ご家族の方とも会われますか。はい、できるだけあのお会いするようにしています。うん、そうしますとやはりあのえー、っとクライアントの方もそれからご家族の方も安心されるんですね。ですからそれはとても大切なことで、うんえー、これから、えー、どういうふうな介護をしましょうっていうことを皆さんであのプランして、そしてその中であの本当にそのクライアントの方がですね毎日。 健康で安全に楽しく暮らしていけるかっていうようなことを自分の持っている知識とか経験とかそういうものをフル回転してでその方が本当に毎日毎日充実して、えー、ですね毎日過ごせるように私たちは努力しています。うんまあ、あの確かに介護っていいろろ行動ある 食う時とか、お風呂入る時とか、いろいろこう安全を確認して。で、あのお仕事されるでしょうけれども。あの、もちろん、お食事なんかも。大事じゃないかな。その方の。お口に合う食べ物を作るのも大変ではないでしょうか、はい。そうですね。やはりですね。あの、日本食は人気があるんですが。でも、それだけではなくて、やはり、あの、その方のご病気。 の状況に合わせて、ああその方が必要な栄養のものをですね、できるだけお料理するとか、うん、えー、それから見た目にも、えー、美味しそうに、そして食欲が出るようなお食事とか、工夫しております、うん。やっぱり食が細くなったらダメですよね。 そうですねやはり、うん、そうな食欲不振になりますとやはり体力が弱ってきますしそれから抵抗力もなくなってきますので、うん、やはりあの長く健康で生きられるためにはやはりあのそういうことは大変あの大切な工夫が必要だと思います恵美子さんがいらっしゃらない時にはその方たちはお一人でおうちにいらっしゃるんですかそうです であのお一人でいらっしゃる時のためにあの一応ですねあの、えー、食事をですね何食分か作っておきまして例えば私がいない時のスケジュールでもですね、えー、ただあのマイクロウェーブで温めて召し上がれるようなお食事をあのいくつか作っておきますね。ねですからまああの そういう方でも本当にそばにいなくてもお食事を安心して健康的に取れるうう自分で食べられるようにねはいしておりますあとはまあやっぱりお家のお掃除とかそうですねお買い物のあのお買い出しのね用事とかそうですねできるだけあのクライアントの方があの多少お元気な方はですねお買い物なども一緒に行きます。はい なるほどなるほど、はい、いいですね外連れ出してねはい運動と運動を兼ねて外からの刺激が必要ですので、うんえー、それによってまたあのあれですねあの体の循環血液の循環も良くなりますしそれからやはりいろいろな新しいものを見させるようにしております、うん、自然に公園公園の中をあのお散歩したりとかあるいは そうですね。お買い物でもなんか、えー、食事されたことのないような珍しい美味しそうなものをですね見つけたりとか、お二人であのー、そうですね。お二人ともクライアントさん、えー、ショッピングをですねできるだけ楽しませるようにう、えー、付き添っておりますうん。そうですね。やっぱり年取られるとついついもう家の中に引っ込んでしまって外にも出たがらない。これがやっぱり一番 精神的的ににもも肉体的にも良くないことでしょうねそうですねやはりあのどうしてもですねあの高齢になってこられますとやはりそうですねあの将来の心配といいますかあ<ー>やはり死ぬことへの不安感ですね、うん、そういうこととかあるいはご自分の健康状態がいつまで続くんだろうとか。 そういうような心配事があったりそれからまあそういうことが続きますとちょっと、うんえー、ダウンしましてうつ状態になったりとか、うん、そういう方もいらっしゃると聞いてますので、うん、できるだけそういうふうにならないように、うん、いろいろなあの刺激を、ねあのうん、考えています。そそううででですすすかかを考えるんですかそうですねやはりあの もう90歳も過ぎますとだいたいそうですねもうあと自分は何年ぐらい生きられるかなとか口にされる方もいらっしゃいますねですからその方の立場になりますと本当にあ,のあとどのぐらい生きられるかっていうことをやっぱり自分もその方の立場に立ちますとやっぱり不安感は拭えないだろうと思うんですけれどもしかしまあそういう中でも。 本当にあの元気を出せるようないろんな話題をしたりとかですね、えー、と高齢者でもこういうふうに頑張ってらっしゃるもたくさんいらっしゃるのよとか YouTube でこう見せてあげたりとか, <laughs> か <laughs> はい。うん、そうするとやはり皆さん多少は少しあの目,を目を見開いて少し元気になってくるような方もたくさんいらっしゃいます。うん、でもそのクライアントさんが 若い時にどういうお仕事してこられたのかまあ男女同じだけどそれぞれねやっぱりお仕事とかいろんな生き方してこられてると思いますけれども、はい、それをまあもう一度こう楽しんでいただくっていう点もあるんじゃないかなと思いますけれどもいかがでしょうはいその通りでございます。あのー やはりですねご自分が本当にあの仕事を長年やってこられたその経験ですね、うん、ものすごく、えー、彼らはそうですねあの誇,りで誇りを持ってです、ね、やってこられたんですねですからそういう時のお話をたくさん、えー、あのしていただいて、うん、そしてやはりあの頑張ってこられた人生をですね本当にこう一緒に喜んであげて。 え、そうしますとね本当にこう笑いながらにこやかにですねなんかあ,あ、自分は若い時にあんなに頑張ってたなっていうことを思い出されて元気になられる方もたくさんいらっしゃいますですからあの高齢者の方のお話を聞くということはとても大切なことですねうそうですね誰だって若い時に一生懸命頑張ったことをまあ、今90歳になっていてそばに誰かがそれをそういうストーリーをね聞いてくださると まあ嬉ししいでしょうねねきっと、ねうん、そうですねやはりですねあの彼らの誇りをですねやっぱりこう維持させてあげるっていうあの時頑張ったんだから、うん、今も大丈夫ですよっていうような感じであのいろんなお話をですねこちらもあのグッドニュースをですねたくさん出してあげていろんなお話会話の中でですね、えー、それを楽しみながらあの。 私たちは過ごす時間っていうのを大切にしております。やっぱり生きる意欲をなくしてはいけないんですよね。で、そのためにやっぱり周りの人家族、もしくは恵美子さんみたいなあの介護をされる方のあの力で支えられていかなければいけないんですよね。そうですね。これはとっても大切なことですね。うん、ですから、あのお一人で。 もう住んでどこにももう出かけられないっていうような方もあの耳にすることはあるんですけれどもやはり周りの方があのそのことを知った時はですねやはり何か少しでも手を差し伸べてあげないとなんかとってもかわいそうな気がいたしますね。まあ、それははは介護士ののさんみたいなな方だけではなくて本当は家族の あの力が一番大事じゃないかなと思いますけれどもどうでしょうかそううでですすねねご家族ののサポートとというのは一番最も大切なところです、ね、やはりあのご家族があの介護士と一緒になってその方をサポートしてあげるっていうのはこれはとても強力なことです。ですからご家族の,あのご要望も聞いてそしてえこの クライアントの方にどのようなことをさせてあげたらいいのかっていうことをですねそしてあとあのそうですねですから昔やっていた趣味とかあるいはうあのそうですねいろんなあの例えば2世の方ですとその収容所に入れられていた時の苦労話とかいろん,んなお話を家族から聞くんです。 そしてやはりそういうお話も交えながら会話の中でですねクライアントにあの勇気づけることができますよね、うんまあ、アメリカでは核家族の先最先端を走っている国でもありますのでやっぱり子どもが大きくなったらみんな別々にあの住まいを持って行き来もあの少なくなってきますけれども恵美子さんから見られてどうですか そういうことはないんですか。やっぱりちゃんとそれなりに家族の。たいっていうものが絆は強いですか。そうですね。最近はやはりあのラインとかズームとか。そういう。ううはい。あのインターネットの発達で。やはりあの映像でやり取りをされているご家族もたくさんいらっしゃいますね。なるほどね。お孫さんの顔も見えるしね。えー、そうなんです。えー、ですから、それはとても大切なことですね。 そうですね、まあ、一概とこのソーシャルネットワークのネガティブなことばっかり思ってもいけないんですね、こういうポジティブな面も、結構あるんですよね。はいえー、そうですねですから、とても大切なことだろうと思いますがあとあの、ご家族によりましてはですねあの例えば介護の方だけではもうあの手に負えないっていうような時ですね、例えばそういう時は。 あ、二十四時間サービスの、ホームケアっていうところがありますけれども。うん、そうですか。はい。お世話になる方もいらっしゃる。はい。ありがとうございます。えみこさん、その話、来週続けて、お伺いしてもよろしいでしょうか。はいはい、今週はどうもありがとうございました。はい、しどうもありがとうございました。